あんた、ちゃんとおとなしくしてた？余計なことしてな。見とれちゃうでしょ。 なんか言って、恥ずかしい。追加で切り出せって言われてさ、こういう時男手があると本当ありがたいわ。ごめんね、僕たちもう着替えちゃってるから。こういうこと真顔で言っちゃうんだもんな。やめてそういうお姫様扱いやめて。僕困る、そんなの似合わないだから困るよ。ちょっとあんたどう思う？これもう二人ともからかうのはそれぐらいにして。は？笹は笹、時は時だよね。いやそんなわけないし、パンダさんが食べるのが笹でしょ。かりんちゃん、パンダは竹も食べるよ。え、それじゃあ。そもそも七夕の神事って前日の深夜から早朝にかけてやるもんだからね。昨日の朝早い時間にちゃんとした巫女さんが来て。そんなの知っててもどうにもならないわよ。神事なんだから部外者立ち入り厳禁。私だって見たことないもの。それで今日の夜は地元の人向けのお祭り。さくらちゃんが今日の主役だから、まだまだお化粧とか。さくら本物のお嬢だから書道の段とか持ってんのよ。すごく達筆だから、お客さんの短冊の代筆とかしてたの。そしたらそれが評判になっちゃってね。さくらちゃんに短冊を書いてもらうと自分で書くよりもね。大正解。さくらの短冊をお目当て。皆様、巴神社の七夕祭り。
ても期待をしてくださって。あんた、こんなとこで何してるの？さくらが倒れたって時に、あんたはこんなところで、大きな救急車のサイレンが聞こえてなかったとは言わせないわよ。カリンちゃん、違うの。誤解なの。僕見てたから知ってる。録画はさくらちゃんが頼んでたの。さくらが、私のノートパソコンと一緒に市民病院まで持ってきてください。もうすぐ面会時間が終わってしまうので急いでくださいね。なんなのよそれ。すごく
たの？嘘、寝癖ついてた。今日一日中それで、君は何してたの？
ちはちょっとわかるな。中学校から制服になったんだけど、小学校の同じ友達が急に大人っぽく見えたな。へえ、葵そんなこと考えてたんだ。私はちょうど中学に入るときに上京したから、それどころじゃなかったな。それで最初はということは、制服だからって手抜きなんかしてないっての。そうだね、校則があるからあんまり派手。私は最低限人に不快感を与えない身だしなみができていればそれでいいと思うのですけども。もうさくら、あんた素材は最高なんだから、もうちょっと気を使いなってば。おしゃれには手間暇がかかるのです。と言いますと、あなたのお国